奈良にはですね、奈良の八重桜といいまして4月末から5月に咲く桜があります。奈良は桜が2度咲くということで、奈良の八重桜を巡るツアーもたくさんあります。私たちはその八重桜として今日3度目の桜を満開に咲かせたいと思いますので、どうぞ皆さんご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。八重桜、百花繚乱、構え。Yeah.
はい、ありがとうございました。